つぶらな瞳と丸みを帯びたフォルム、ちょこちょこと2本の足で歩くペンギンを、みんなも一度は見たことがあるよね。実際に会えるのは水族館か動物園くらいだろうけど、テレビなんかで見たことがある人は多いはずだぜ。残念ながら野生のペンギンは日本には生息していないんだけど、その可愛らしさから認知度は高い動物だと思うよ。だがそんな可愛らしい見た目をいい意味で裏切るような、衝撃的な子育てを行うんだよな。そうなんだよね。さて今回はそんなペンギンについて徹底解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さてまずはペンギンの分類についてだけど、ペンギンは長毛ペンギン目に属する鳥の総称で、現生しているものはペンギン科のみとなっているんだ。ペンギンは基本的に泳ぐことに特化した生物で、哺乳類だったり、子供たちからすると魚類と間違える子もいるみたいだが、鳥類の仲間だぜ。ペンギンは卵を産むから哺乳類ではないし、肺呼吸をするから魚類でもないね。間違えないようにしっかり覚えておこう。そんなペンギンは現在19種類が確認されていて、一番大きな種類がエンペラーペンギンで、一番小さな種類が小型ペンギンだね。まさにその名の通りってわけだな。エンペラーペンギンは皇帝ペンギンとも呼ばれていて、みんなからするとこっちの方が聞き慣れたものだと思うぜ。確かにエンペラーペンギンっていう名称は聞き慣れないかもしれないね。以下では皇帝ペンギンと呼んでいくよ。そんな最も大きな皇帝ペンギンだけど、身長は 90cm から 110cm で、体長は 100cm から 130cm、体重は 28kg から 45kg ほどとなっているんだ。また、最も小さい小型ペンギンの身長は 32cm から 34.5cm で、体長は 40cm から 43cm、体重は 1kg から 1.1kg ほどとなっているね。ちなみにここで記載しているペンギンの身長は、2本の足で地面に立っている際の頭の先までの高さのことで、体長はくちばしの先から尻尾の先までの長さのことだぜ。皇帝ペンギンと小型ペンギンでは結構な差が見受けられるよね。同じペンギン科の生き物でもこれほど大きな差が生まれているんだ。次にペンギンたちの寿命についてなんだけど、一般的に海鳥たちは長命とされているよ。実際に日本において確認された野鳥の寿命ランキングでも、その上位のほとんどを海鳥が独占しているらしいな。まあこれは寿命というより、個体の生存が確認された期間といった方が妥当だぜ。野生の動物の正確な寿命を測ることは難しいからね。ペンギンにおいてもそれは例外じゃないんだ。それに野生化と飼育化では寿命に変化が見られることは、以前のイルカの動画でも述べたよね。ペンギンの場合、種類によって平均寿命に差があるんだけど、データ上においては基本的に15年から25年前後と言われているよ。水族館で飼育されているペンギンの中には、40年以上も生きた個体が確認されているらしいな。とはいえこれも飼育される以前の年齢は不明らしく、正確さには欠けるが、長寿だということは理解できると思うぜ。そんなペンギンたちは、主に南半球の広い範囲に生息しているんだけど、南極大陸で繁殖している種類は主に皇帝ペンギンとアデリーペンギンだね。ジェンツーペンギン、マカロニペンギン、ヒゲペンギンの3種は、主な繁殖地は南極周辺の島となっているんだけど、南極大陸の中でも比較的温暖な南極半島でも繁殖が確認されているみたい。その他の種類に関しては、南アフリカやアフリカ南部、オーストラリアやニュージーランドなどに生息しているようだな。ペンギンはイメージ通り、その素早い水泳を活かして主に魚類を餌としており、オキアミなどの甲殻類やイカやタコなども捕食しているんだって。南極周辺には南極オキアミが大量に発生するため、これらを主食とする種が多いぜ。さて、ここからはペンギンの特徴や習性について紹介していくね。ペンギンの一番特徴的な部分といえば、ぽっこり可愛らしいお腹か？いやそこもペンギンの長所なんだけどさ。冗談だよ。やっぱり泳ぐことに特化した翼だよな。そうだよね。ペンギンは空を飛ぶことができないんだけど、その代わりに翼はフリッパーと呼ばれるヒレ形状になっているんだ。つまり飛ぶことと引き換えに泳ぐことを選んだ種ってわけだね。どっかの絶望的な頭脳の鳥類も、
飛ぶことと引き換えに強靭な脚力を手に入れてたな。やっぱり何かを得るには何かを捨てなきゃならないってことだ。まあダチョウのことは置いておいて、自然界で生き抜くためには環境に適した進化は欠かせないってことだよ。そんなペンギンは種類によって違うんだけど、時速 30km という速さで水中を泳ぐことが可能なんだ。しかも潜水能力に関しては最大 500m も潜水することが可能なんだって。それが事実だとすればもはや深海魚レベルだよな。だいたい水深 200m を超えた層に生息する魚介類を深海魚と呼ぶらしいし。ほんとすごいよね。また、ペンギンは見ての通り、他の鳥類とは違って陸上では胴体を垂直に立てて行動することも特徴的だよね。いわゆる二足歩行だな。ペンギンの可愛らしさを際立たせる歩き方だぜ。でもそんな愛くるしいペンギンだけど、子育てに関してはとても過酷なものとなっているんだ。ペンギンは一夫一妻制で、基本的に一羽のパートナーと子をなし続けて、一生を添い遂げると言われているよ。加えてパートナー同士の絆もとても強いみたいで、お互いに巣穴で寄り添い合って毛繕いをする様子なんかも確認されていて、とっても仲睦まじいおしどり夫婦なんだ。ただ、前述した世界最大のペンギンである皇帝ペンギンは、基本的に巣穴を作らずに生活しているみたい。そして世界一過酷な子育てと言われているのが、この皇帝ペンギンの子育てだよ。皇帝ペンギンのメスは初冬に産卵時期に入り、メスが卵を産んだ後はオスが極寒の寒さから卵を守り続けるんだ。その期間がだいたい1ヶ月くらいで、オスはその間飲まず食わずで卵を温め続けるよ。さらに驚くべきところは、皇帝ペンギンの場合、産卵の際は天敵に襲われないように、内陸部の方におよそ 50km ほど移動を始めるんだけど、この移動期間がおおよそ1ヶ月で、この時期からオスの断食生活が始まるってわけ。ちなみにメスの皇帝ペンギンは、出産で疲労した体に栄養を与えるため、今度は再び海を目指して移動を開始するぜ。そうだね。そしてメスが産卵を終え、移動を開始すると同時に、1ヶ月間卵を温めてヒナを返す。そのタイミングで、栄養を補給したメスが戻ってくるんだ。ここでようやく子育てのバトンタッチってわけだな。飲まず食わずで卵を守り続ける皇帝ペンギンのお父さんはかっこよすぎるぜ。しかもマイナス60度の極寒の世界の中だからな。そうだよね。さらにオスはこの後も再び餌を求めて海へ戻っていくんだ。子育てでヘトヘト、お腹もペコペコの状態で 50km 近い道のりを戻って餌を取るってわけ。ここまでで合計すると、オスはおよそ4ヶ月間も断食していることになるね。これはまさに世界一過酷な子育てだな。でも同時にとっても愛のあふれる子育てだよね。ああ、吹雪にも負けず、寒さにも負けず、ただ眠るように1ヶ月を過ごして、ヒナを返すなんて、並大抵のことじゃないぜ。可愛らしいイメージの皇帝ペンギンだけど、実はとっても強い動物だったってことだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。